食料管理制度とは、日本における主食である米や麦などの食料の価格や供給等を日本国政府が管理する制度を言う。1942年2月21日制定の食料管理法に基づき創設された。同法は1995年に廃止され、代わりに使用食料の受給及び価格の安定に関する法律が制定されたことを受け、食料管理制度の故障も、 食料制度と改められた。また、2004年には、その食料法に、大幅な改正がなされるなど、制度の内容は、時代とともに大きく変化してきている。1915年1月25日、米価調節令が交付された。これにより米価低落防止のために、大倉大臣は必要に応じて、米の買い入れ、交換、売り渡しをしうる。3月10日から5月10日。 商売30万国を買い上げるが効果は少ない。1918年4月25日、同例廃止交付。政府による食料を流通への介入は1921年4月4日、現内各自に交付施行された米国法に始まる。1918年米騒動ない次第一次世界大戦後米価は不安定な状態にあり、 急変動を抑えるために政府による米の缶入れ、売り渡し、交換、加工、貯蔵について定めた。また、米国の輸入税増減や輸出入制限の設定も可能となり、特別会計として、米国受給調節特別会計が創設された。1931年に改正がなされ3月31日、交付、7月1日施行、売買に最終米価の最高価格及び、 最低価格を定め、米国の輸出入を許可制とした。この法律は1933年3月29日、交付、11月1日施行の米国統制法に発展し、以降政府は、肯定した最高価格、最低価格に基づき勘入れ、売り渡しを無制限に行い、輸出入制限を常時実施するようになった。1936年には、補完的法律として、 米国自治管理法が5月28日交付、9月20日施行され、管理委員会が定めた一定数量の米の強制貯蓄を生産者側に課すことで過剰米の統制が行われた。その上で工程の最低価格を割る場合は、産業組合が自治的に過剰米を統制する仕組み。当時の背景としては、軍閣によりエコー業が発展し、 全工業生産額の過半数を突破する一方で、食料安定供給を図るべく農交換の格差解消を行う方針であった。つまり米の供給口と需要口を一致させることで、高米化を維持するということだが、かえって米国業者の反感を買うこととなった。これらの法整備により、結果的に米国取引所の取引量が急減し、1939年には、 米国配給統制法により取引所は廃止され、代替として、半官半民の日本米国株式会社が7月25日、設立された。米価低下の一要因である、台湾米の輸出は、日本米国が管理を実施。同時に、米の先物取引は、戦時下で一時廃止され、収穫機構は一元化され、後の米国教室制や、 米国配給通帳制を実施する上で政府の権限が強化された。また、米国の卸売省や小売省は許可制及び組合復従化され、流通販売に至るまで統制が強化された。食料管理制度の先駆となる米国管理制度はここに始まった。1939年8月25日、第4条を発動し、 最高販売価格1国38円を肯定8月26日実施した。米国統制法、米国配給統制法を発展させ、1942年の登場内閣時に食料管理法が制定された。2月21日交付、7月1日一部施行。米国に加え主要食料の生産、流通、消費にわたって政府が介入して管理するというもので。 あり、目的は、食料の受給と価格の安定である。教室価格及び、教室数量は政府によって決定される。1942年9月1日、日本米国など5団体を吸収し、中央食料営団が設立され、10月から12月、各府県に、地方食料営団が設立された。当初の対象となったのは、米のほか、裸麦、大麦、 小麦などの麦類である。生産者は自家保有量以外を工定価格で供出し、政府は米国配給通帳に基づき消費者へと配給する。加工、管理は食料営団が行う。これ以外の流通は一切認められず刑罰規定もあったものの、実際には闇市での取引が行われていた。米国需給調節特別会計は食料管理特別会計に発展し、 管理業務の経理を実施。大宮駅での闇米の取引現場終戦直後は、農業生産力が低下している上に悪天候も重なり、1945年11月1日には、ガシ対策国民大会が、ヒド公園で開かれるなど、食料供給状況は深刻を極めた。これに対処するため、1946年2月17日、出原内閣は臨時に、 食料緊急措置令を制定し、強権的に教室と米金上げを促したが、大多数の農民や組合の反感を買い、効果はほとんどなかった。3月3日には物価統制令が交付施行されたが、価格設定がインフレーションに合わせ非常に高かったため、都市部住民の生活は窮乏を極め、5月1日に復活命令が開かれた後、5月19日には、 販売獲得人民大会が皇居前広場で開かれ、労働組合員や日本共産党の党員を中心に約25万人が抗議を行った。翌1947年12月30日、初の食料管理法改正により、対象となる食料に、じゃがいも、干渉、雑穀が加えられた。 また1947年12月30日食料管理法改正交付により、食料営団に代わり食料配給公団設立が規定され、1948年2月20日発足し、復興金融金庫より運営資金を借り入れ引き続き配給を行った。ガリオア資金の計上により、輸入食料の補給が始まり、その後1948年7月20日に、 食料を確保臨時措置法が交付施行された。農林大臣は都道府県知事の意見に基づき農業計画で義務となる売り渡し数量を定め、これにより都道府県知事は市町村別の農業計画を定め、その指示で市町村長が生産者別の農業計画を定め指示するという内容であり、議決機関として政府に中央農業調整審議会、 都道府県市町村に農業調整委員会が設置された。翌1949年6月25日には3度目の食料管理法改正により食料配給に関しても農林大臣の配給計画の下で進められることとなり農林省の外局として食料庁が設置された。これらの体系整備により教室制度は根本的に変わり、 食料を不足は緩和され、経済安定級減速の下、インフレーションも収束へ向かった。こうして1950年3月31日、4度目の食料管理法改正で、イモは、主要穀物の対象から外された。そして指定卸売業者や指定小売業者を通じた販売体制になったため、食料配給公団は1951年に解散した。 1951年7月27日、農商、根本隆太郎は、記者会見で、1952年3枚より、統制撤廃を考慮と言明し、米国統制撤廃問題が起こった。9月29日、政府に売り渡すべき1951年3枚に、関する政令交付。11月6日、政府は、米の統制撤廃延期を声明。 その2年後の1952年5月29日には、5度目の食料管理法改正交付で雑穀が外され、麦類は最低価格、最高価格の範囲内に価格を安定させる、間接統制へと移行。一方で、米は生産者米価と消費者米価の二重価格制を採用し、消費者となる都市労働者の賃金を緩和して、生産者米価を決定するようになったが、 これが、後の食感会計の赤字を引き起こすこととなる。その後1955年より、米は従来の割り当て教室制から予約売り渡し制へと移行し、教室制度は廃止された。前日の通り、食料管理制度は、農耕間の格差是正のため経済成長に、合わせ食料の高価格維持を戦後も続けていたが、その必要性は徐々に薄れていった。 1955年以降は、米の大表作が続くようになり、米価はこれ以上引き上げず現状維持をするという、潮流に変わっていった。1960年には生産者価格決定が、生産費、所得保障方式となった。また一方で、食生活の欧米化も、相まって米の需要が落ち着くようになったにもかかわらず、特に品種改良や機械化の技術進歩により、 北海道や北東北周辺で農業生産を拡大し続けたため、米の自給率が100%を突破した1967年以降は過剰米が出始めた。移行急激に大量の小米やココ米があまり処分されるものも出ていたため60年代末にはすでに大きな問題となっていた。食感会計は赤字がかんだため、 1969年には消費者の思考も考慮し自主流通米制度を発足させ一部の良質な米に限り政府を通さず直接卸売業者などへ販売することを認めた自主流通米という名称は一部の米を除き政府管理は持続するということを踏まえ自由米と区別する意味合いで付けられた同時に減反政策が開始され続いて1972年に 物価統制例改正で消費者米価が自由化された。1973年には小米の在庫処分が済んだことで、米の受給は一旦均衡するものの、世界食料危機の煽りを受け、日本国民の食料安全保障に対する意識が高まり、再び生産者米価が引き上げられたため、小米在庫や食管会計赤字は増加していった。なお一連の政策により、 従来の食料管理制度は大きく変貌し、当初の方針とは全く異なるものとなったため、1981年6月11日に食料管理法は全面改正された。条文において配給の統制から流通の規制へと改め、自由流通制度を法定化するなど、方針転換を明文化した、この法律は改正食料管理法とも呼ばれる。 自由米への規制を廃止する一方で、緊急時の配給実施に備えた規定を盛り込み、流通業者は許可制とした。つまり、食料管理制度における政府の役割は、米流通の統制から管理へと変化したのである。これにより、通常時の配給制度自体が廃止されたため、米国配給通帳も廃止された。 その後も、卸売や小売の営業区域が拡大されるなど、流通自由化はさらに進んだ。1990年には、自主流通米価格形成機構が設立され、自主流通米の入札制度が開始された。この頃には、全流通米に占める政府管理米の流通割合は2割を切るほどに縮小した。一方で、麦類に関しては、 間接統制開口制度に変化はない。だが、逆座屋の拡大に伴い、当初は政府買い入れ麦と割合的にほぼ同数であった民間流通麦は大幅に減少した。また政府がすべて一律に買い入れを行ったため、輸入麦に比して著しく品質が劣り、日本産の麦はまずいという風潮が強まった。生産性についても何ら改善がなされなかった。 このように、食料管理法による食料管理制度は制度的限界を生じていたが、以下の2つの事件が決定的な引き金となり、制度の根本的改革を求められるようになった。1994年12月14日、主要食料の受給及び価格の安定に関する法律が交付、一部の条項を除き、翌1995年11月1日に、 施行され、これに伴い食料管理法は廃止となった。また、制度の故障としての食料管理制度も内容の変更に沿って食料制度に改められた。ただし、食料管理特別会計、食料を管理勘定など一部の用語には管理の文字が残った。食料法の施行により、農家が自由に米などの作物を販売できるようになった。 これはその後の米輸入解禁に備え、あらかじめ自由に米を流通させることで、日本国内の農家の競争力、対応力の向上を目指したものである。一方で、政府による管理は緩和されることとなった。1970年代になると、食生活の変化の影響で、米が余るようになり、備蓄米が年間生産相当量まで達する事態も生じた。このため、 日本国政府が主導して減産政策を推進してきたが2004年に方針を転換し2018年に減産政策をやめることになった。食料法を大幅に改正する主要食料の受給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律が2004年4月1日に施行され従来からの農業従事者に限らず 誰でも自由に米を販売したり流通させることができるようになるなど、1995年の食糧法廃止、食料法制定に匹敵するような制度改革が実施された。この大幅改正後の食料法は、それまでの食料法と区別するため、新食料法あるいは改正食料法と呼称される。法改正により、米国の販売については、従来は登録制であったが、 これが届出制になった。すなわち47条1項は、米国の出荷または販売の事業を行おうとするものは農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならないと規定している。また、米国の輸入についても一定額を支払えば自由に行うことができるようになった。34条1項は、 米国等の輸入第2条に定める輸入を言う。以下この項及び第45条第1項において同じを行おうとする者は国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に当該輸入にかかる米国等の数量を常時定た額を政府に納付しなければならないと規定している。無儀は価格統制が存在する。第2条3政府は 麦の受給及び価格の安定を図るため、麦の受給の的確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた、備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入及び売り渡しを行うものとする。1952年5月29日食料管理法改正交付、6月1日施行。ありがとうございます。